スタンダード四輪車、またはスタンダード系走行車は第二次世界大戦中に作られたイギリスの走輪走行車である。ビーバレットの呼び方もより広く知られる。最初の車両は1940年、ビーバーブルック卿の勧めによってスタンダードモーターカンパニーが生産した。本社は民間用のシャーシを元とし、走行帯を接して車体を装着した。 1 1トルの後半は厚さ7 6 2ト、mm、ルの可視材によって補強された。車体は後方と天井が開放されていた。兵装にはブレンケー機関銃を備え、傾斜装甲に設けられた銃眼から射撃できた。以後の形式では全周が防御され、ブレンケー機関銃付きの銃刀を備えるか、オープントップにビッカー付き機関銃を連装で装備した。 少数の車両は、ボーイズ対戦車ライフルを備え、ナンバーワン1無線装置か、ナンバーワン9無線装置を搭載した。生産は1942年中に終了し、2980両が配備された。B バレットは、イギリス陸軍とイギリス空軍に採用され、警備と訓練に用いられた。部隊では、本社の重量荷重に悩まされ、運転が難しいと評された。 残存車両のうち一両がダックスフォード帝国戦争博物館に展示されているスコットランドのハイランドにおけるホームガードが装備したマーク 2B バレット1941年1月14日 B バレットマーク3ありがとうございます